はい、どうも。えーと、今日は、えー、最後ですね、がんになる、ならない人、なるじゃない。ならない人の特徴、10選の、その9と10をやります。まあ、ガっていうのは日本人の死因第一ですから、まあ、アメリカもそうなんですけど、えー、まあ、なるべくがんにならないように、ならない確率を上げていきましょうという、えー、話です。で、最後なんですけど、まあ、これね、まあ、しょうがないですね、これ、工場。 こんな煙出てで、ね、で、まあ家、ここら辺にあるわけですから、とんでもないことやってますよね。すごいですよね。えで、渋滞。これみんなすごいガス出してんですよね。この中で生活するって、ほぼ自殺行為じゃないかなと。私もやってますけれども。そうですね。で、あと、火山。 火山とかこう観光に見に行く人、これ何も考えてないで。ねまあ一応安全基準はあるんでしょうけど、安全だと言ってるんですけど、どこまで安全なのかなと思っちゃいますよね。まあ。で、まあ、これ、ブワーッとこう農薬、ね、農薬振りまいてで空気中にあるんですけど、空気中にバーって出して、どこまで飛んでいくのかなと。この近くに住宅街ないのかなと。ね。 また、あとあれですよ。ビーチはいいんだけど、この日光。これ、あの、紫外線。とんでもないんで、ね。あとこれは原子力発電所ですね。これアメリカかどっかの原発ですよ。放射能漏れないのかなと。あとはですね、まあ。 洗剤とかそういうものですよね。洗剤まあ、プラスチックもそうですし、こういう化学製品。どれだけね、あのー、溢れてるか。ね。まあ、まあ、自然に戻ればいいのかなとは思いますけども、便利な生活をしてしまってるんで、そこからは逃れられないのかなと思います。えー、そうですね。 で今日はですね、がんにならない人の特徴10選、その9、がんになる、感染症にならないように気をつける、その9ですね。その後に環境の話をします。で、えー、そうですね、えー、まあ、今日は、えー、今日は6月28日、昨日27日ちょっと言わないちゃったんですけど、昨日は、あの、投稿しました。 午後の6時32分です。えー、そうですね。今日は仕事して帰ってきました。で、まあ、内容を、まあ、ある程度ちょっと作ってたので、うん。で、まあ、すぐ、えー、動画にして、えー、話すという感じです。で、まあ、あのー、皆さんリラックスしていきましょう,というとで,で、まあ、なんかあんまりね、YouTube、このビデオ投稿、あのー、あんまり、うん、ストレス溜めるの嫌だなと思って、まあ、 リラックスして、あんまり詳しい話はしなくていいなと思って、毎日少しずつ、ちょっとした一番大切な話をしていこうかなと思って、うん、あんまり深くしなくてもいいなと思ってます。えー、深い話はいらないですね。本当に、あのー、大切な話をしていきたいと思います。えー、自己紹介なんですけど、私は30歳になる前にアメリカに渡って医学を勉強して、現在アメリカで医師をしてます。まあ、生活スタイルとか、 行動を治療することで、たくさんの患者さんに元気になって健康になったと感謝されています。ね、えー、で、まあこのチャンネルのゴールなんですけど、気が向いた時に聞き流すだけで、もちろん毎日でもいいですけど、ストレスなく自然と健康的な生活されるようになってく。まあ繰り返し聞くことで、情報が脳に入って定着して、それが自然と自分の行動に現れてくる。ね、そういったチャンネルを目指してますね。 で皆さん、健康的な生活スタイルを習慣にして、100歳プラスアルファまで人生を楽しまし、楽しみましょうということで。まあ、そうですね。まあ、これを聞き、聞いてればですね、このチャンネルをまあ、数ヶ月から数年こう、聞いてれば、自然と健康的なスタイルになって、あ、なんか体が調子いいなとか、えー、なんか若返ったねとか、絶対に言われるようになると思います。まあ、気軽に、 こうやってください。まあ、通勤中、食事中、ご飯作ってる時、ドライブ中、入浴中、待ち時間などなど、適当に、あの、あ、今ちょっと時間、持て余してるな、っていう時に、えー、このチャンネルを聞いていただければ、えー、必ず健康になってお考えると思います。で、まあ、このチャンネルのアプローチなんですけど、何をやってるかというと、まあ、自分の、体に持ってる、この体にある生命力、これをぐーっと引き上げて、引き出してあげるということをやります。 あの、現代人は本当に不,幸不健康なことやってるんで、体の本来ある生命力を出し切ってないですよ。ね。まあ人類は科学の力がなくても世界中に広まった生命力の強い種です。ね。その力が最大限に引き出される。それがこのチャンネルの根本にあるコンセプトです。ね。健康の4つのファクターっていうのはこのチャンネルのコアなんですけど、基本コンセプトなんですけど、体に薬のものだけ食べて入れて、 体に毒なものは避ける。毎日食べてんですよ。口の中に入れて、体の中に入れてんですよ。なんで毒入れるんですか薬を入れましょうよ。栄養を入れましょう。いい栄養。で、体を動かしてアクティブに動いて、してしっかりと体が進む。疲れを絶対食べない。それから心。ね、せっかくの人生です。幸せを感じられる生き方。心の健康。これを大事にする。この4つのファクター。ね。4つのファクター。食事。体を動かす運動。 休息、体をよく休める、そして心の健康。ね。えー、こういったことをメインに、えー、やっていくチャンネルです。そうですね。で、えー、まあ、次なんですけど、まあ、えっ、ー、と、そうですね。このガンの話。はい。ガン、もうずっと話してきて、もう、もういいっていう話なんですけど、まあでも、ガンシリーズはもっとやりますよ。まあ、また、 ちょっとがんはしばらく起きますけど、がんは面白いですよ。いろいろな癌が,があるんで、うん、ならない。そのならない確率を上げていくためのビデオをいっぱいやってきます。まあ、今回はですね、がんになる感染症にならないように気をつけてください。ね、病原菌でになるがんがあるんですね。ね、それに対してちょっと、えー、話していきたいと思います。まあ、皆さん知ってることかなと思いますけど、で、それらどう感染するのか、どう予防するのかということなんですけど、 まあ、ちょっとリストしておきました。B 型肝炎、C 型。これね、肝臓がんになってきます。ピロリ菌、胃、e、がんになってきます。ヒトパピロマウイルス。これね、子宮頸んね、子宮頸んだけじゃないですよ。あの、男性のペニスもがんになったりします、これ。で、エピスタインバーウイルス。これ、口頭がんだったり、リン頭がんになったり、リンパ腫になったり。これはね、みんなが持ってるんですね。ただ、口頭がんになってたり、リンパ腫になるのは、まあ、やっぱり、ある程度の確率でどうしても起きてしまう。 まあそういった話をしていきます。で、人、T 細胞発血球ウイルス1型。これまあ難しいですけど、これはそんなに多くないので、でもこれも発血病になったり、リンパ腫になっています。この5つ、ちょっとね、えー、軽く話していきたいなと思います。で、最初、肝癌ですね。B 型肝、B 型肝炎とか C 型肝炎。これから、まあ肝癌になっていくということなんですけど、これウイルスですよね。 まあ血液、唾液、生液、ね、膣粘液などから移る、ということなので、何、性交渉から移ったり、ね、傷口に大液が垂れたりとか、ね、血でも、例えば、傷、あの、怪我して、そこに他の人の血が入ったりとかするとまずいわけですね。えー、だから僕は、あの、格闘家とかが血流して、どっちも血流して、戦闘、あの、戦ってる時に、すっごい心配になりますね。あとは注射針。危ないですね。 使い回しをするということですね。中止針。で、B 型肝炎なんですけど、かかったら自然になることが、治ることが多いです。で、慢性化して肝癌になるのは稀ということですね。これ感染力、B 型肝炎って感染力強いんですけど、えー、治る方が多いということですね。C 型の方が怖いんです。で、あとは無症状でキャリアになってる。無症状でキャリアっていうのはそのウイルスを持ってるんだけど、その発症してないということですね。えー 肝炎を発症してない。そういう場合は、血液とかに入ってるんですけど、ね。あの、わかんないで持ってるという場合がありますね。で、血液検査を受けられます。ね、血液検査で調べられます。持ってるか持ってないか。ね。えー、あと、予防が最も大切です。まあ、C 型と B 型一緒に普通血液検査をやるんですけど、アメリカの場合は。えー、そうですね。まあ、日本でも、先生に頼めばやってもらえるんじゃないですかね。 えっと、予防が最も大切ということで、どうやって予防していこうとかという。これはね、ある程度予防できます。B 型肝炎。ね。で、まず、B 型肝炎の無症状の方たちがいるんで、持ってないって自分が持ってたり、相手が、パートナーね、えー、セックスパートナーが、セックスパートナーが、私持ってないって思ってたとしても、まあ、持ってる場合があるということなんですね。だからまあ、セーフセックスをやっぱり共にする。今度も使うということですね。 あとはパートナーがキャリアでないか確認するとか遊んでないか確認するとか、まあ、そういったことは、えー、やるべきですね、まあ、アメリカの場合は成功者始める前にテストの証明書を見せてっていうのが、えー、やる人は結構います、えー、あと傷口には他人の体がつかないようにする傷口ができた時ねあと衛生管理の低い国で注射バレくに注意するということですねこの注射を新しいの使ってるかどうかっていうのをちゃんと目の前でこう ね、風を開けてるかどうかをちゃんと見た方がいいですね。うん。あとはね、入れ墨タトゥー。入れるとき気をつけてください。まあ、その衛生管理が悪い,い,いところでやると、針をちゃんと消毒してないものを使うという場合がありますから気をつけなきゃいけないですね。これ、だから、まあ、エイズとかにもかかりやすく、かかることになるんで、同じなんですけど、ちょっと怖いということですね。あと、C 型感。 これ B 型肝炎より感染力が低いんですけど、一度感染すると治りにくいんです。で、慢性化して肝がんになっていくということなんですけど、もちろん無症状のまま一生過ごしてしまうということもあります。で、これも血液検査が受けられる、を受けられるということで、まあ予防が最も大切ということですね。で、まあ、性交症なので、ほとんどうつることはないと言われますけども、やっぱりセーフセックスをしっかりやった方がいいと思います。 で、予防方法っていうのは、まあ、BP 型と同じですね。あとは、ピロリ菌。これがね、胃がんを発症するっていうのは、まあ、最近、最近でもないんですけど、この10年、20年、30年ぐらいじゃないですか。で、日本で感染者数、感染者数が6000万人、約半分持ってると言われています。全員が胃がんになるわけじゃないですね。本当に数パーセントですね。で、50代、60代にピロリ菌を持ってる人が多い。 で、感染経路は、ま、口から入ってくる。昔は井戸からピロリ菌を、が、井戸スからピロリ菌が来たって言うんですけど、最近はもう井戸にもピロリ菌はいない。で、えー、ですから、人が持ってて、人の唾液とかを、から感染してしまうということなんですね。で、胃海洋、十二四潰瘍、胃がんという原因になっていくので、まあ、ピロリ菌が自分、ピロリ菌は自分が持ってるか持ってないかっていうのは、調べられます。 これはもう、あのー、スクリーニング、さっきの B 型肝炎、C 型肝炎のウイルス持ってるか持ってないかっていうのを調べるのと一緒で、調べると言ってもいすね。便の検査とか工機の検査。ただ、日本の場合、その保険が効くかどうかはわかんないです。自費になってしまうかもしれないですね。こういうので見つけられるので、検査してもらう、ね。検査してもらって持ってないんであれば、まあいいですからね。で、えー、そうですね。まあ、治療できます。このピロリ菌は見つかったら、 ね。二種類の抗菌薬ですね。抗生物質、抗菌薬と遺産の分泌される薬。これを7日間服用することで、その除菌ということができますね。ですから、それはいいんですね。えー、まあ、この C 型肝炎も B 型肝炎もピロリ菌も、えー、ワクチンはないです。ね。ただ、このヒトパピロマウイルス、子宮軽減、これはワクチンあります。成功症してしまうともう持ってしまうので、その後のワクチンっていうのは、あのー、 えー、まあ、まあ、感染したら自分が免疫持っちゃうんで、自分が抗体も作ってますから、そのワクチンっていうのはやらないんですけど、ですから若い人が性交渉する前に、その、ワクチンっていうのをやるということですね。で、まあ、これは性交渉のように感染して90%以上の人がかかってるっていう話ですねで。みんな持ってるんですよ。これががんになるかならないかというのは、その、あれですね。まあ、これ確率ですね。 うん、本当に、えー、何パーセントかの人がこう癌になってくるです,ですから子宮頸がの原因になるということで、やあのパップスミアというね、えー、パップスミアという、えー、検査をしますね女性は、うん。これをしっかりやって、早、早期に子宮頸がを見つけて、それを切除するというのが、まあ、その、一、最も大切ですね。というのは全員が持ってるんで、しっかり、えー、自分持ってると思って、 で、それを、あの、やっていくと。で、あと、これは、男性も肛門癌とか、陰茎癌とかにかかります。どこでも、まあ、その、癌化するんですね。あとは、まあ、陰頭癌、ね、喉、ね。まあ、これはあ、どう考えてもオーラルセックスということですね。肛門、肛門、ごめんなさい。肛門。肛門が癌になるんですけど、まあ、これもアナルセックスということですね。あと、膣癌外癌、まあ、どこでも、 えー、癌は発症するということで、えー、そうですね。特に喉とか、まあ、自分の性器を見て、ちょっと、ね、えー、変なものができてるとか、ね、おかしいなと思ったらすぐ、えー、検査してもらうということが必要です。これは早く見つけて、早く接種するという以外に治療方法はないですね。うん。まあ、しょうがないですね。ここら辺は。で、ワクチン、うん、まあ、あるんですけど、成功症する前に接種というですね。あと、エプスタイン、 バーウイルス、口頭が癌とかリンパシュとかになってきます。もうこれも、唾液を介しての傾向、ね。あとは飛沫感染もしますね。えー、これは予防法はないです。でもこれも誰もが持ってるっていうウイルスなんで、さっきのパピロマウイルスと一緒です。これが癌化するかしないかっていうのはもう本当に運がいいか悪いかという話ですね。えー、まあ、そこはもうしょうがないということですね。あとは、あの、まあ、これ春期、春季、死春季以降ですね、になると、この、 伝染性、え単、ー、核急症ということですね。これ、モノっていうね。あの、キッシングリジーズという、モノということになりますね。まあ、その、風邪みたいな症状になって、喉が痛くなるやつですね。まあ、これに関しては、エプスターに関しては、まあ、全員が持ってるということですね。この、あの、パピローマウイルスと一緒です。全員が持ってるということなんで、うん。で、まあ、あと、まあ、半分以上が持ってるのがピロリ菌ということですね。B 型肝炎、C 型肝炎っていうのは、そんなたくさんいない。 最後なんですけど、人 T 細胞白血球ウイルス1型これはまあ、まあ、まあ聞かないですよね普通にね。発血病リンパ球、ね、全国で80万ぐらい80万から100万人ぐらいしかいないのでその、まあえー、普通あんまり、ね、気にしなくていいということなんですけど、まあ、これ母子感染とか性交渉で入るんですが感染者が発血病になる確率 が約5未満でで病になるとということですね結構、これはもう発病しちゃうと、えー、命に関わる病気です、えー。ですね。ですから、まあ予防方法は、まあセーフセックスコンドームです。もう性感染、母子感染以外は性交渉なので、えー、で、母親がこれにかかっている場合は、その、まあいろいろ、その子供にうつらない、うつる確率を下げてあげるということをやりますね。 で、あとは、その、その地域によって、このキャリア、この80万から100万の人が散らばっているところが多いところが沖縄、鹿児島、長崎、高知、他にもところもあるんですけど、まあ、これはね、あの、まあ、そうですね、気をつけると、まあ、その土地の人にはすごい失礼になってしまうんですけど、えー、その土地の中にいる人は特に気をつけなきゃいけない。ね。で、外から行って、 その、もし性交渉なんかする人は、えー、その、しっかりと相手が、その、これを持ってるか持ってないかっていうのは確認すべきですよね。それはもう当たり前のことだと思います。自分の体を守るということですから、抗体検査っていうのはあります。ですから抗体検査の検査をしてもらうとか、えー、ただ差別につながってはいけないので、これは普通の、えー、あの、エイスの患者さんも一緒ですけど、普通の生活では、 絶対感染はしませんから普通にやるということですね。うん、まあえっ、ー、と検査、まあアメリカではその検査をあの性交渉をする前に検査を,を見せるというのはまあ普通になってますけど、えー、特に B 型、C 型、えー、HIV というわけですねそこら辺はあのしっかり皆さん確認するんじゃないですかね。 で、えー、ガニにならない人の特徴10選、その10ということで、環境にある発汗物質に気をつけているということで、まあこういうことですね。まあ排ガス、都市から、都市部から離れる人も多いですね。まあ本当に気をつけている人はもう、都市部から離れて、大気汚染、工場の多い地域から離れて、農薬、ね、お、ね、食べるものはオーガニック、無農薬のものを選んで、えー、で、農薬を使っている農場から離れたりとか、ね、 ま、紫外線を浴びないようにね。まあ、ちょっと紫外線は大丈夫ですけども、紫外線を浴びないようにするとか、放射線、原子炉発電所から離れるとか、あとは炭製品、ね。これも使わないとか、ね。まあ、洗剤とかもオーガニックの、要は自然の、自然から作った石鹸を使ったりとかね。あと火山。火山の近くに住む人たちも癌の発生率が高いという方向があるんですね。まあ、これだはね、もう引っ越しとか、 もう大変になってくるんで、なかなかできないかな、ということですね。ただまあ、排ガスが多いところとか、まあ、工場が多いところとか、ね、なんか近くですごい農薬も散布しているところとか、まあそういうところはなるべく済むのは気をつけたいなとは思いますよね。うん。そうですね。これは本当に健康志向の方はやってます。 え僕はまあアメリカでちょっと、えー、アフリカから来てる方と知り合ってその方のえおじいさんは120百三130歳ぐらいまでいたらしいですでその方はお医,者さんお医者さんだったんですけどもう本当にもうなんかこう人工的なプラスチックも服も全部自然のもの しか使わなかった。で、えー、こう、食べる器とかそういうのも全部木で作ったもの。えー、とにかく、あの、ありとあ,やるあらゆる人工的な科学的なものは全部避けてたらしいです。<laughs> まあ,あ、そしたら125まで、1二十百3 0近くまで生きたらしいですけど、えー、そうですね。まあ、まあこういう自然な、ね、 生活といいいいうののが本来はいいのかなと思いますけど、まあ、現実的ではないですよね。まあ、自然にできたものをこう取ってきて食べるみたいな。ね。まあそれができたらいいですけど、えー、まあ現実的ではないなと思いますね。まあ現実的なのはもう普通に今ある生活をして、えー、そうですね。なるべくその毒なものを体に入れない。あとは体を休める。心の健,健康を。 えー、に気をつけるとかね。まあ、ただこういう大気汚染があるとかじゃやっぱちょっと気をつけたいですよね。あとはまあ都市部のその都市のね、えー、排気ガスまみれなところからやっぱ離れた方がいいんじゃないですかね。あとはまあ火山にはまあその近くに住んでる人たちには失礼なんですけどまあ自分で近づく必要はないと思いますね。であとはまあ農薬をすっごい散布してるところはやっぱり気をつけた方がいいのかなと思いますね。 うん、で、あとはまあ海とか行って楽しむのもいいですけども、直射日光は控えると。で、まあ、サンスクリーンですね。あの、要は、えー、紫外線を抑えるやつですね。サンスクリーンのつ一番強いのをもうしっかり塗って、えー、やるということですね。あと、まあ、原子力に関しては、まあ、ね、近くない方がいいですね。あとは化学製品とかそういったもの、えー、石油製品。 もう避けろって言われても、なかなか避けられないかなと。現実的ではないかなとは思います。そうですね。えー、っと、まあ、今日は、えー、そういった環境とか感染症で癌になる、う、まあ,あというのをなるべく避けるという話をしてきました。そうですね。えー、で、まあ、最後に、えー、心の健康を大切に皆さん、えー、生きてくださいね。えー 皆さん、あの、人生を楽しんでますかということで、人生は幸せになるためにあるんで、まあ、あの、何歳になっても今日与えられた24時間前、みんな一緒です。ね。10代、20代、30代、40代、50代、60代、70代、80代、90代、100代、100代、100代ですから、100プラスアルファって言100代もね。うん。えー、まあ、今日、頭が動きます。体が動きます。今日、今日生まれ変わったと思って、一回人生リセットして、過去のこと全部忘れて、 なんか過去のこととかなんか人に言われたこととか全部こう気にして生きるんじゃなくても今日一回もう全部クリアリセ,リセットして自分が好きなことなんだろうって人の言うこと関係なしに自分の好きなこと自分がワクワクすることをやってみるそういう日々を毎日毎日送るねそれだと思いますもちろん仕事 まあしていかなきゃいけないですけども、仕事が嫌な時はあると思います。僕だって仕事してて、あもう仕事嫌だなって思う時はたまにあります。もちろん患者さんがね、健康になっていくっていうのはすごく嬉しいんですけども、嫌なこともやっぱりありますから、ただ、自由な時間で、ね、あの、自分の好きなことを楽しめばいいなと思います。これが健康のファクターの最後の4つの1つです。ですから僕これを言ってるんですね。 えっと、皆さんがこのチャンネルを見て健康的になるべく長く人生を楽しんでいただけたら、それが僕の幸せですね。ではまたビデオを作りますので、またお会いしましょう。失礼します。